ははいではさん今日もよよろろししししくくおお願願いいいまますすた、えー、今日のテーマが「ですね、はい、神様からの止まれのサイン」っていうテーマなんですけど、はい、あの今回こう YouTube でこういったタイトルの動画も人気なのでこう取り上げさせてもらったんですけど、はいまあ、たまに例えばこう交差点とかで自転車で走ってるとなんとなく止まれって聞こえたから止まったそのおかげでたまたま事故から免れたとか、はい、人はこうそういったこう神様のサインとかを、まあ、受け取っって。 何かしら知らんサインを受け取ったから、何何を免れたって話って、確かにたまに聞くなあと思うんですけど。はい、見えないサインみたいなの受け取れる人間って、そういうものなんですか。そういうものだと思います。うううなので、あの、やはりそういった声っていうのは、心から響いてくるもの。であったり、耳から聞こえてきているようで、実は心から響いてきていることが多いと思います。要はだから、私たちって、ただ物質社会に生きてて。 物にとらわれながら生きてるからなか,なかこう心と向き合う時間がだん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 減ってきてる方が多いんですけどもところがそのう例えばとっさの時とかもうすごい悩み切った時とか何か自分がもう頭いっぱいいっぱいになってもうこれ以上考えられなくなった時とかそういった時には心の声っていうのは勝手に聞こえてくるものなんですよ。なのでそのので内側の声っていうものは 耳を澄ますよりも心を澄ませば聞こえてくるっていうかだから自分と向き合う時間とかゆとりを持ちなさいっていうのはそういうことなんですねであれこれあれこれ考えてるよりもやっぱりその心が動いてるとやっぱ足元も見えなくなってしまう忙しいっていうことに追われてるとね地に足がつかなくなっちゃう物事が正確に見えなくなってしまうだから心をちょっとだけ止めることができたら 実は心の中から聞こえてくる声の方が大きいんじゃないかなと。まあ言うならば直感力であったりインスピレーションであったりっていう言葉と同じで、やっぱ心の声ってふっと。ただその危険とかね先ほどその質問者さんみたいなその危険とかそういったあの一瞬心が止まる時があるんですよ。その時に止まった時に見えてくるっていうか聞こえてくるものっていうのはあると思います。危ないって思った時とか。 なんかちょっとしたとっさの時に聞こえてくるのは一瞬だけ心が止まるからなんです、まあ要はあの常に心が揺れ動いていると物事っていうのはあの忙しい人ほどどんどん物が動いていくんでところが心を止める瞑想とかねそういった主間の瞑想なんかしてもらうとその訓練をしていると物事がゆっくり見えてくる。 例えばカメラで心霊画像とか例えば人物の写真とかまあ,あの私らねおご駒焚いたりしてるとその一瞬を捉えた画像に仏様の姿が映ったりする時がありますけどそれってじゃあカメラって心霊的な写真を撮るための道具ですかって言ったらそうじゃないじゃないですか。そのの一瞬を捉えられる静止道具でしということは私たちは。 常にその一瞬を捉えられない生き方をしてるっていうことなんですよ。っていうことはその一瞬を捉えるっていうことは心を一瞬止めることができたときにいろんな情報っていうのが入ってくるわけで。っていうことはもう少し時間の流れをゆったりと自分とつ向き合ってみるとかちょっと呼吸を整えてみるとか深呼吸をしてみるとかちょっと目を閉じて自己反省する時間を持ってみるとか。 そういったことをされてると物事がちゃんと見えてくる。だからバタバタしてる人より落ち着いた人の方が物事の判断ってちゃんとできるじゃないですか。それの延長線上でその心の声を聞けるっていうのは皆さんが持っている能力だと思います。まバタバタしてこうとある意味しっかりと止まって見れてない時って、まあ自分も見れてないし担任に対しても見れてないから。 何かこう気配りが悪,悪いといか弱かったりとかそう,そういうことが起きてしまうんですそんな感じですねだからやっぱり心,心が窓口やと思ってくださいこの形とかね、体は窓口じゃないですよねこれはこの世のものです物質世界にある存在しているものなんででも私たちには感情があったり心があったりその心が窓口になっているわけだからご先祖さんとつながっているのも心やし ねね、神仏とつながってるのも心やしって考えたら人とのつながりも実は表面上よりも心の方がつながなるじゃないですかやっぱり心が通じ合うから大親友になれたりとかまああの彼氏彼女ねなったりとか結婚されたりとか家族になったりできるわけでもそれは心が通じ合うからでしょ。なのでやっぱり心に目を向けるっていうことってこれから先は特に大切な時代がやってくるんじゃないかなと思います。 そのちょっとまた別の視点なんですけど和尚、はい、さんとかよく誰々を見た時に僕にはり全く理解できないようなアドバイスがされるじゃないですか、はいはい、なんかここら辺がななんか痛い,痛いとかなんか、はい、<laughs> そ僕には全く見えないんですけど、はい、ああいうのもやっぱ一つ和尚、まあ、さんはもともと修行もされてきたし、はい、まあ日々、まあ、手合わす時間もたくさんな長いですし、まあ、そういっても なでこう感覚がやっぱり研ぎ澄まされてるのかなと思ったんですけどそういったこともあるそうですね心の声その人の心が訴えている声っていうのをまあ耳で聞くというよりはちゃんと心の声として聞いてるっていうことなのでその人の情報というか心の声ヘルプ信号をキャッチすることはできると思います。自分があのじっくり その人の人ことと向き合えなかったら相手の気持ちも分からないでしょそれが人付き合いってもんじゃないですか。いやもう最初から初めて出会ってその人のあかっこええなとかあ美人さんやなとかそういうところは見てるかもしれないけどその人のの人心を覗こううっていいは見えないですよねでもやっぱりこうたくさんの人を見てたくさんの人と向き合ってきた人やったらまずまあ年取るとほら好きな人も あの姿形じゃないのよねとやっぱり中身が大事だよよよねねっってよく言いますよ皆さんねやっぱ中身を見ることができる能力っていうのは皆さんにもあるわけですからやっぱりその形よりも中身の方を捉えるっていう意識を持っていただければやっぱ自分自身の意識で心の中に向き合うことができればその心の声なんていうのはどんどん聞けてくるんじゃないかなと。 なんかそれこそその意識レベルみたいなのが上がっていく、はい、これまで見えなかったものもこう、はい、こうキャッチできると。できるってことです。だから逆に意識レベルが低くなってしまうと、見えてたものも見えなくなるじゃないですか。分かってたことすら分かんなくなるじゃないですか。だからそれが一番ほらネガティブな感情エネルギーであったりとか、怒りに振り回されてると、うん、見えなくなりますよね。 ね、ネガティブ不安に不安や心配事を抱えている人っていうのは分かってるのに分かんなくなっちゃったりとか、ね、理解してるはずなのにちょっとこう方向に行っっちゃゃたりとかかいいううのがあるんじゃないでしょうかねいやそう考えると本当に改めて、えー、2025年っていうのもそ,のそういう「年回り」という話もあの前回させてもらって、はい、改めてこう自分の心との対話とかがやっぱすごい重要な。 重要になってくるんだなとすごい感からもう人間が人として進化する時じゃないですかまあ進化というよりは何でしょうね殻を抜けてくださいともともと持ってる自分本来の人間のスタイルに戻っていくべきなんじゃないかなとあまりにもものにとらわれすぎてなんかこうもに持ってかれてる時代になっちゃったんじゃないかなやっぱこう心を取り戻そうよと。 私たち、特に、ね、そういったことってね人と人の付き合いの中から心を取り戻せるような時代になっていくんじゃないかなと思いますいやそう考えると、本当にますます1月19日、本当にもうみんな来てほしいなと思って、はい、みんなでご祈祷して、本当に改めて2025年を迎える年に、本当にその日、していきたいなってすごいす、ね、思いました。 もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとかもしかしたらダメかもしれないとかって人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。You leave me notes 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございますオンラインサロンご祈祷の予約各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます詳しくはねそちらをご覧ください皆さんとまたお会いできる限を楽しみにしております ありがとうございました。